はい、こんばんは、久保木純一でございます。現代文定期テスト特訓カバン阿部工房、今日はこの文章の解説をしていきたいと思います。この文章を読んで考えてほしいこととして、一つ大きなテーマを挙げました。カバン、道とは一体何を表しているか、ぜひノート取ってくださいね。はい、学校の授業みたいにやってみようと思うんですが、カバン、道とは一体何を表しているのかというのをぜひ皆さんに掴んでいただきたいというふうに思うわけですね。まずは、お手元にお配りした問題をですね、一緒に解きながらこの文章を掴んでいこうと思いますので、皆様ちょっと黄色系ラインペンを出しておいてください。皆様の手元に教科書があるかと思います。その教科書の問題に該当する部分をあらかじめラインペンで、線を引かせてもらいました。例えばここですね。はい、呆れて物も言えないでいる私、皆さんも線を引いて丸1とでも書いておいてください。この数字は、皆様にお配りしたプリントの読解のポイントと言われるものですね。はい、ここの1番の番号に対応しています。では今から軽くスライドさせますので、ラインペンで、チェックしていってください。はい、2345ここにありますね。2345で6があります。はい、24ページの方も行ってみましょう。24ページは、はい、ここだけですね。うちで採用してあげられなかったらの次、また改めてお願いになることでしょうね、丸7番です。26ページ、まいいだろう、これが丸8。額に手を当てがって相手の視線を押し戻し、丸9。10番、大丈夫かい。11番、表情にふさわしい。そして最後28ページは、そのまま事務所に引き返すつもりだったがどうもうまくいかない、これが12。 OK。 そして13、別に不安は感じなかった。そして私は嫌になるほど自由だった、これ四角1と書いておいてください。 OK。で、皆さんは実際にこの読解のポイントね、呆れて物も言えないでいる私とあるが、ちょっと実際にこれちょっと見てみましょうか、さっとね。呆れて物も言えないでいる私とあるが、私がそうなったのはなぜか。一番は理由を聞いてきています。ね。青年が応募してきた。ちょっと波線引いとくね。のは、ほにゃららの求人広告であり、どんな求人広告だったんでしょう。まるで。はい、本文中にもまるでという言葉があったはずです。何々されないために応募を引き延ばしたようでほにゃららだと思った。四角には感情の、上にはね、感情を表す言葉が入るんでしょう。はぐらかされた私、後ではぐらかされるの意味を調べておいてください。はぐらかされる、まあ期待外れ、そういうような意味合いがありますかね。はい、私がはぐらかされたのはなぜですか、これも理由を聞いています。3番、私だってこだわるのが当然だろうとあるが、私はどのようなことにこだわっていますか。4番、今さら応募する気になったのかとあるが、青年はその理由を短くどう言っているか、場所は23ページで指定されています。字数も6字です。考慮の余地があるんだよとあるが、私はどのようなことを言いたいのですか。続けて次のページ、見てみましょう。6番、このカバンのせいでしょうねとあるが、青年がこのカバンをいつも手にしていたのはなぜか。さあ、今回はこう書いてありますね。ちょっと赤系ラインペンを引いておきますよ。はい、大事な情報です。問題の正しい答えを書く上でね。青年が私に対して語っている部分から抜き出し、つまり青年のセリフの中に答えがあるわけです。OK、理由を考える。7番、また改めてお願いに上がることになるでしょうね。とあるが、それはなぜですか？
はい、見てみましょう。ホニャララによってホニャララがこの会社に決められてしまう。ホニャララが決められてしまう。なるほどね。これがヒントになるんでしょう。8、まあいいだろうと言って青年が私を雇うことにした際に条件として提示したこと。多分これは私の中でカバンに興味があったんですよね。はい、もうあらかじめ答えっぽいことを言ってしまうと、そう、青年からカバンを引き離したらどうなるのかっていうのを私は考えていたわけです。9番、額に手をあてがって相手の視線を押し戻しっていうことは、まあね、視線をぶつけ返すってことなんだけども、相手の視線はぶつかってないんですね。ヒントはここです。額に手をあてがって、額に関係する、表現を見てみると、なるほどなという部分があります。青年がどのような様子だったのか、額に関する青年の様子です。 OK かな。一文で探し始めの5時だそうですね。続けて10番、大丈夫かいとあるが、私がどのようなことを大丈夫かい、どのようなことっていうふうに聞いてきています。表情にふさわしいとあるが、青年はどのような表情なのか、それが読み取れる部分は22ページ。いいかい、26ページの問題の答えが22ページにある。それはどうも青年の表情関係らしいということ。12番、どうもうまくいかないのはなぜですか。別に不安は感じなかったとあるが、それはなぜですか。そして内容のまとめとありますが、内容のまとめと、あとここですね、この要点の整理の部分は、読解のポイントをすべて埋め終わってから皆さんに時間を与えて解いてもらおうと思っています。よろしいかな。 OK、 じゃあ22ページからちょっと読んでみることとしましょう。 OK かな。はい、22ページ、いくよ。雨の中を濡れてきてからいきましょうか。いきます。雨の中を濡れてきて、そのままずっと乾くまで歩き続けたといった感じのくたびれた服装ね。あんまりまあ、いいイメージはありません。マイナス書かせてくださいね。くたびれた服装で、しかし逆三角プラスの表情、目元が明るく結構正直そうな印象を与える青年。ちょっと待って、表情関係多分どっかで答えになるんだったよね。どこかもう忘れちゃったけど、だからちょっとこれ答えになるぞっていう意味合いを込めてちょっとラインペン引いとくね。与える青年が私の事務所に現れた。私も丸付けちゃおうね。 OK に現れた。新聞の求人広告を見たというのである。求人広告しか言っとくね。なるほど、求人広告を出したのは事実である。しかし、さあ、このしかしが大事だよ。その広告というのが何分半年以上も前、ラインペン引いとくね、のことなのだ。今頃になって抜け抜けと、この意味も覚えておいてね。この野郎抜け抜けとほにゃららしやがってというような言い方をします。抜け抜けとあまりいい意味合いではありません。意味は調べておくように。抜け抜けと応募してくるというのはいくらなんでも非常識すぎる。まるで、どっかでまたこのまるでっていうのが出てくるんだったね。覚えてるかい。採用されないために今日まで応募を引き延ばしたと言わんばかりではないか。そう、採用されないために6ヶ月後に来ました。そんな風に私には思えてならなかったんですね。呆れて物も言えない。なんで呆れているかっていうと、この前の内容ですね。なるほどじゃなくて、しかしから言わんばかりではないかまで、これに対して私は呆れているわけですね。大丈夫ですか。 OK、呆れて物も言えないでいる私を尻目に。その後の青年のセリフ、ちょっと待ってね。私を、今日はめんどくさいんで A、 青年を B としておきます。やはりダメでしたか。当然青年のセリフ B、
やはりって言ってる部分がなんかね、あれですよね。お前やっぱり落ちる気満々だったんかいっていう、そんな感じがします。と、むしろほっと肩の荷を下ろした。これも意味調べておいてね。感じで、来た時と同じ唐突さ。はい、これも調べとくんだよ。唐突さね、いきなりですよ。唐突さで引き換え返すられるのだ。はぐらかされた私、はぐらかされた私、何をはぐらかされたかわかりますね。ね、彼がパッとやってきてですね、なんて言うんでしょう。ね、求人広告ですから仕事くださいとでも言ってくれりゃいいんですけども、違いますよね。やはりダメでしたかと。ね、理由も言わずまた戻っていこうとするわけですよ。あ、やっぱダメですよね、失礼しましたつって。だから私にとってはちょい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 っていう感じになるんでしょう。理由を聞きたいんですよ。っていうか、お前は何しに来たんだ、そんな感じのことを言いたいんだと思います。つい慌てて引き止めにかかっていた。まあ待ちなさいから行きましょう。私だってこだわるのが当然だろう。もちろんこだわっている内容は、なんで今頃っていうね、さっきの四角の部分ですね、あ、三角形の括弧の部分ですね、つなげちゃいますよ。大丈夫ですか。はい、つなげちゃいました。こだわるのが当然だろう。なぜ半年も前の求人広告に今さら応募する気になったのかな。そこのところを納得できるように説明してもらいたいね。納得さえできればそれで結構。ちょうど欠員ができて新規に補充も考えていた矢先だし、つまりまあ雇おうっちゃ雇おうっていうふうに考えている。そう、それがこの後の言葉、考慮の余地はあるんだよ。そのまま日本、もっと簡単な日本語にすると、なんて言うんでしょうね、考えなくもないよというふうな感じですよね。帰れじゃないっていうことです。お前帰れ、非常識だっていうふうに言うつもりはないよと。一体どういうことかなというふうな A のセリフがありました。ちょっと一旦ここで切っときましょうか。一旦切っときましょうかね。はい、1,2,3,4,5 答え出るかな。ちょっと 1,2,3,4,5 やってみましょう。1番、呆れて物も言えないでいる私と、ある私がそうなった理由。いいですね。青年が応募してきたのは、半年以上も前の求人広告であり、まるで、はい、まるでの下の言葉そのまま書けばいいよね。採用されないために応募を引き延ばしたようで、ほにゃららだと思ったから。いいですね。はい、非常識が来るんでしょう。感じ間違えちって、続けていきます。2番、はぐらかされた私とあるが、私がはぐらかされたのはなぜですか。そう、青年がそのまま帰ろうとしたからですよね。書いてみましょう。はい、僕はこんな感じに書いていました。青年が採用されることをあっさりと諦めて帰ろうとしたから、と僕は書いてみました。いかがでしょう。3番、私がこだわっていることは何にこだわっていたんですか。たくさんある会社の中からうちの社を、これは普通の面接ですよね。罰だ。採用されないと分かった時に肩の荷、これもちょっと関係ないかな。食さなきに、これまだカバン出てきてません。ですので答えは「え」、4番になるんでしょう。「え」になるんでしょうね。3番の答えは「え」。今さら応募する気になったのかとあるが、青年はその理由、まだ青年は理由は述べていませんよね。
やはりダメでしたかの後に、私がセリフを喋ってますから、4番はまだ開けておきたいと思います。5、考慮の余地はあるんだよとあるが、私はどのようなことを言いたいんですか。つまり、僕はこう書くかな。こっちの方が分かりやすいかな、僕はね。はい。青年を採用する可能性があるということ。はい。っていうふうな感じですかね。OK。さあ、どんどん文章読んでいくよ。さあ、青年のセリフ、私のセリフ。この後、青年のセリフです。散々迷った挙句、まあその、どういうことだったのか、なんでうちの会社を選んだのかっていうと、ものすごく気になる言葉がありますよね。一種の消去法。これを見てる皆さんで就職試験を受けようとしている人がもしいたとした時にね、例えばあなたはなんで我が社を選んでたんですか？消去法ですって言ったら2秒で押されますからね。一種の消去法だと言いますか、結局、ここしかない。ことが分かったわけです。言い方によってはかなり思わせぶり。ね。思わせぶりも意味調べとけよ。まあ、かなり失礼な感じですよね。思わせぶりになりかねない口上、言い草ですね。を青年はさりげなく言ってのけ、私も妙に素直な気持ち。つまり、どういうことなのか実際にちゃんと聞いてみたいと思ったくなったんでしょうね。普通だったらお前帰れですよ。はい。続けていきます。具体的に言ってごらんよ。これは私のセリフ。A、このカバン、はい、カバンが出てきました。重要な物品です。このカバンのせいでしょうね。と相手、これは B のことを言っています。相手は足元に置いた。食探しに持ち歩くにはいささか不似合いな。赤ん坊の死体なら無理をすれば3つくらいは押し込めそうな大きすぎるカバン。大きすぎるカバンしか読んどくね。に視線を落とし、はい、これは B のセリフ。僕の体力とバランスが取りすぎているんです。カバンと体力のバランスってことなのかな。まあ、カバンと僕は切っても切り離せない的なことを言ってそうですね。ただ歩いている分には楽に運べるのですが、ちょっとでも急な坂だとか階段のある道に差し掛かるともうダメなんです。おかげで選ぶことのできる道、今日は道とは一体何なのかも考えたかったんだよね。選ぶことのできる道がおのずから制約されてしまうわけですね。カバンの重さが僕の行き先を決めてしまうのです。だったら話せばいいじゃんなんていうふうに僕たちは思うわけなんですけどね。これが青年のセリフ。続けていきます。私はいささか規制ね、聞こうとした勢いをそがれ、はい、規制という言葉も調べておいた方がいいんじゃないかな。だからもちろん僕たちと同じようなことを言うわけです。 A のセリフ。するとカバンを持たずにいれば必ずしもうちの社でなくてもよかったわけか。その後 B の気になるセリフです。カバンを話すなんてそんなありえない仮説を立ててみても始まらない。 B、 青年にとってはカバンを話すことはありえないことらしいです。続けていくよ。手から話したって別に爆発するわけじゃないんだろう。 A のセリフですね。もちろんです。ほら今だってちゃんと手から話して床に置いている。わからないね。なぜそんな無理をしてまでカバンを持ち歩く必要があるのか。無理なんかしていません。あくまでも自発的にやっていることです。この B のセリフも気になるからラインペン引くね。無理なんかしていられません。あくまでも自発的にやっていることです。やめようと思えばいつだってやめられるからこそやめないのです。強制されてこんなバカなことができるものですか。つまり、青年はカバンを持っていたくて持っているということなんでしょう。
でもその持っていることによって自分の行き先を決められてしまう、かなり矛盾をはらんでますよね、この2つ。こことここって言った方がいいかな、この表現とここら辺の表現、ここら辺の表現というのは非常に矛盾をはらんでいます。パラドキシカルな予想を呈しています。続けていくよ。うちで採用してあげられなかったらどうするつもり？振り出しに戻ってからまた改めてお願いに上がることになるでしょうね。地形に変化でも起きない限り、まあ坂道がなくなったりしない限りと。しかし君の体力に変化が起きるとか、カバンの重さに変化が起きて全然歩けなくなるとか、タクシー造成で新しい道を選べるようになるとかすれば、そんなに僕を雇いたくないんですか？可能性を論じているだけさ。君だってもっと自由な立場で職選びができればそれに越したことはないだろう。その後のセリフ、 B のセリフだね。このカバンのことは僕がよく知っています。気になりますね。なんならしばらく預かってみてあげようか。まさかそんな厚かましいこと。後で厚かましいの意味は調べといてください。中身は何なの？大したものじゃありません。公害をはばかられるようなものかな。つまらないものばかりです。金額にしたらいくらぐらいになるの？別に貴重品だから花見離さずってわけじゃありません。 A のセリフ。しかし知らない人間から見たらどう思うかな。我々から見たらおかしい人だよ。はい、ナインペン引いておきます。君はそう腕っぷしの強い方でもなさそうだし、ひったくりや強盗に目をつけられたらお手上げだろう。その後青年見てみるよ。青年は小さく笑った。その後見てね。私の額に開いた穴を通してどこかの風景を見ているような年寄りじみた笑い。ラインペン引かしてね。なんちゅうんだろうね、この笑いにはプラスの要素はないね。僕はマイナスとあえて書かせてもらうよ。みんなも経験ないかな、友達と話をしていて、友達にこちら側が一生懸命話しかけるときに、友達はね自分の顔のなんか奥を見ている感じ、つまり視点が合ってないってやつですよね。ですから自分の話が全く届いていないっていうような、そういうような感じがここで感じられるわけです。皆さんも経験あることでしょう。笑っただけで別に返事はしなかった。どんどん読むぜ。26ページ、はい、いきます。ま、いいだろう。私も負けずに声を立てて笑い、額に手を当てがって、いいね。自分の額にまるで穴があるかのようにってことなんだから、あ、俺穴でもあるのかなって抑えたわけだよ。そう、ここここここ、これとこれだね。これとこれがつながってくるわけ。 OK。 額に手をあてがって相手の視線を押し戻し、別に言いまかされた、これは私 A のセリフだね、別に言いまかされたわけじゃないが、君の立場もなんとなくわかるような気がするな。本当かよ、俺はまだわかんねえぞ。一応働いてもらう、おお、採用決定ことにしよう。それにしてもそのカバンは大きすぎる。君を雇ってもカバンを雇うわけじゃないんだから。次、事務所への持ち込みだけは遠慮してもらいたい。普通この流れだったら彼は断るのかなと。彼っていうのは青年ですよね。青年が、あ、だったらいいです的なことを言うのかなと思うんです。その条件でよかったら、その条件、もちろんこれはカバンを手放しなさいということ。だったら今日でも仕事を始めてもらいたいんだがどうだろう。結構です。この結構ですは、その後の会話を見るとプラス、つまりイエスと言っている結構ですです。ね、結構ですって言葉はね、プラスにもマイナスにも取られる言葉だからね。君たちははいかいいえっていう癖をつけた方がいいよ。これははいという意味です。
勤務中カバンはどこに置くつもり？下宿が決まったら下宿に置いておきます。大丈夫かい？どういう意味ですか？下宿からここまでカバンなしでたどり着けるかな？あ、それを大丈夫ですかっつったわけですね。そりゃそうだよな。なんか知んないけど肌身離さず B がずっと持っててカバンを手放すのはありえねえって言ってるんだから、カバン手放したらどうなるんだろうなっていうふうに私 A は考えるだろうね。下宿や勤め先の間なんて道のうちには入りませんよ。これもなんか随分引っかかるような感じの言葉ですね。これ後でね、しっかりまとめていきます。さあ、ここまで読みましたので、ちょっと10番あたりまで答え合わせをしていきましょう。まずは飛ばした4番から。そう、彼がこの会社を選んだ理由、23ページだね。彼がこの会社を選んだ理由を6文字で説明しろって言われたらこれになるんでしょうね。4番、一種の消去法とでもなるんでしょう。次、6番、このカバンのせいでしょうねとあるが、青年がこのカバンをいつも手にしていたのはなぜか、青年が私に対して語っている部分から抜き出し、話さない理由が書いてあったとすると、多分これなんじゃないかなって気がするんですよね。はい、これなのかなということ。あともう一つはここですね。今回はここを答えとしてみたいと思います。書いてみるね。なんで僕はこれを答えに選んだかっていうと、まあ単純な話でさ、なぜですか？なぜの答えはカラーで返してあげなきゃいけないよね。しかも抜き出しだっつってるからさ。まあだから僕はこれを答えに選びました。あくまでも自発的にやっていることです。やめようと思えばいつだってやめられるからこそやめないのです。こんな感じ。7番、また改めてお願いに上がることになるでしょうねとあるが、それはなぜか、次の空欄に24ページの語句を補いなさい。いいね。結局のところここに来るのが決まっちゃうんだよね。はい、よいしょ。はい、この部分が答えになるんじゃないかな。おかげで運ぶことの、選ぶことのできる道がおのずから制約されてしまうわけです。カバンの重さが僕の行き先を決めてしまうのです。はい、そんな感じのこと書けばいいんじゃないでしょうかね。いきます。カバンの重さによって行き先がこの会社に決められてしまうかな。こんな感じでしょうね。8、まあいいだろうと言って私が青年を雇うことにした際、条件として提示したこと、カバンを手放せってやつですね。はい、カバンを事務所に持ち込まないことと僕は書きましたね。
9番、相手の視線を押し戻しとありますが、私がこのようにしたのは青年がどのような様子だったからですか。はい、青年の様子はこれですよね。私の額に開いた穴を通してから始まる一文でですから、私の額に開い、そんな感じになるのかな。OK、 続けていくよ。10番、大丈夫かいとあるが、私はどのようなことを大丈夫かいと言ったのか。はい、大丈夫かいの内容はここを見ていただければわかるかと思います。カバンなしで下宿からたどり着けるかということですね。カバンなしで事務所にたどり着けるかということというふうに書かせてもらいました。 OK、 さあ、あと3問ですね、問題はね。さあ、続けて、文章を読んでいきます。 OK かな。はい、青年はから始まります。青年はやっと表情にふさわしい。この問題もう俺覚えてるよ。これ22ページに飛ぶんだったよね。22ページの彼の元々の表情は何だったって言ったら、これだったよね。つなげちゃうよ。はい。元々はこれだったんだよね。目元の明るい、結構正直しそうな印象。見にくいな。ちょっと待って。青でつなげちゃうね。これどうせ答えになるんだよね。続けていきます。青年はやっと表情にふさわしい爽やかな笑い声を立て、私もほっと肩の荷を下ろした思いだった。知り合いの終戦屋ね、まあ家を紹介する人に電話で紹介してやると、まあこの終戦という言葉は調べといてよ。彼は早速下見に出向いていった。ごく一戦に当然の成り行きとして、後ろに、例のカバンが取り残された。何ということもなしにカバンを持ち上げてみた。ずっしり腕に応えた。応えたが持てないほどではなかった。試しに 2,3 歩歩いてみた。もっと歩けそうだった。しばらく歩き続けるとさすがに肩に応え始めた。それでも我慢できないほどではなかった。ところが逆三角、急に、腰骨の、間に背骨がめり込む音がして、すごい音だよ。そうなるともう一歩も進めない。気がつくと、最後のページ、いつの間にやら私は事務所を出て急な上り坂に差し掛かっていた。方向転換するとまた歩き始めた。坂道から背を向けたのかな。そのまま事務所に引き返すつもりだったが、逆三角、どうもうまくいかない。いくら道順を思い浮かべてもまるで普段は意識しなかった坂や石段に遮られ、ズタズタに寸断されて使い物にならないのだ。確か青年も言ったね、坂道や急な上り坂は登れないなんていう風にね。はい、続けていきます。やむを得ずとにかく歩ける方向に歩いてみるしかなかった。そのうちどこを歩いているのかよくわからなくなってしまった。別に不安は感じなかった。ちゃんと私が、失礼、ここちょっと何ペン行くね。ちゃんとカバンが私を導いてくれる。私はためらうことなくどこまでもただ歩き続けていればよかった。選ぶ道がなければ迷うこともない。私は嫌になるほど自由だった。オッケー。じゃあ11番から13番までの答え合わせをしたら、ちょっと僕なりのまとめを皆さんにご提供しますからね。ちょっとここら辺の部分読んでいてうんって思った人いたでしょうからね。ちょっとじゃあ答え合わせをしていきます。11番、表情にふさわしいとあるが、青年はどのような表情なのか。
それが読み取れる部分を22ページから抜き出しなさい。これはもう先ほど確認しましたね。目元が明るくから始まるんでしょう。こんな感じですかね。丸はいらないか。目元が明るく結構正直そうな印象を与える。次行くね。そのまま事務所に引き返すつもりだったがどうもうまくいかないのはなぜですか。それはさっきラインペン引いたいくら道順を思い浮かべてみてもなんていう風な、まあここら辺から始まればいいんじゃないでしょうかね。まあこんな感じになるんですかね。12万隣に書いて大丈夫？いや超見づらいね。ここの赤でラインペン引いた部分少し順番変えただけです。カバンを持っていることにより普段は意識しなかった坂道や坂や石段に遮られて思い浮かべた道順が役に立たなくなってしまったため、まあこんな感じで答えを書けばいいでしょう。別に不安は感じなかったとあるが、それはなぜか。その下にこう書いてありますね。ちゃんとカバンが導いてくれるっていうふうに書いてあります。はい、これを答えにしましょう。少し追加すると、こんな感じになるんじゃないですかね。どこに歩いていけばよいか、カバンが導いてくれるから。はい、どうでしょう。文章全体はこれで触れていったんですけども、どうもいまいちしっくりこないなという思いを持っている人がいると思います。じゃあ皆さんにね、ちょっとこんな質問をしてみたいんですけども、例えばね、君たちが友達と一緒にですねご飯を食べに行こうとした時にですね、友達がねこう言ったんです。ねえねえ今日何食べるって。でその後友達に僕がね何食べるって聞いたら、友達からこう返ってきたんですよ。何でもいいよって。こういう時って一番苦しくないですか。何でもいいってやつ、わかりますかね。もう一個例あげますね。今僕たちは、まあ特に高校生がこの映像を見てくれているのかなと思うんですけども、高校のほとんどが制服という制度を持ってますよね。じゃあその制服ね、女の子とか嫌がってるじゃないですか。その制服という制度を一切なくしてしまった時、最初の2日3日はいいかもしれませんけども、1年間耐えられると思いますかね。同じような服着てったら、あの人ああいう感じなのねとかっていう風に思われるからさ、なるべくこう考えるわけじゃないですか。はい、
ここで僕がお話をしたかったことっていうのは、はい、選択の幅がたくさんある、それをじゃあ自由と呼びましょうか。自由というのは実は人間にとっては不自由なんだっていうことをぜひここで考えていただきたいわけです。ちょっと、プリントにまとめてみましたので、ちょっと見ていてください。いきます。今日のテーマはこれでしたよね。カバンと道とは一体何を表しているのか。見にくいかもしれませんが、そのままスライドしていきます。文章から得られた手がかりはこのようなことです。カバンによって進むべき道が制約されるということ。上り坂、急な階段を拒否してしまう。2つ目、カバンを手放すという仮説。それに対して青年にとってはありえないなんて言いました。ただ青年はその後こうも言いました。話そうと思えば話せるが、自発的に話さないんだと。どういうこっちゃということです。3つ目、就職、つまり労働ですよね。就職が決まった時にあっけなく青年はカバンから手を離しました。ここからどういうことを皆さんは掴んでいただきたかったか。先ほど僕の話したね、自由という不自由という言葉も考えていただきながら、ちょっとまとめてみたものがこちらです。手がかりから得られるもの。1、人間は無意識に規則を求めようとする動物である。例えばね、今日何食べたいって言われた時にですね、例えばだよ、君たちの頭の中では勝手に考えることがあると思うんですよね。あ、香取市内にしよう、自分の住んでいる地域ぐらいからにしよう、もしくはその何食べたいなんて言っている相手を見てですね、あ、この人にいきなりなんか知んないけど、こう大盛りラーメンとか食わせるのはちょっと厳しいだろうとかね、例えば相手が女の子だったりとかですよ、っていう風に僕たちは勝手に自由をどんどん制約しようとしていこうとするんですね。選択肢を狭めようとしていくんです。そう、その選択肢を狭めるものというのは規則です。 OK。カバンというのは事故もしくは外部から生じている何らかの制約、規則と言い換えてもいいかもしれません。道というのが自分が事故が未来に取り得る行動の可能性、多様性。例えば、皆さんの学校生活であれば制服というのが、まあ、このカバンに当たるわけなんですけどもね、何らかの制約、外部から生じている制約ですよね。でもね、いいかい、不自由だなんて本当に君たちは思ってるかっていうと、実はそうではない。いい？カバンは道を、そう、行動の可能性を縮小させる働きを持つ。だから不自由なように見えるんだけどね。次、真に自由である世界。先ほど話したように、何食べたい、何でもいいよとか、もう制服なんかいりません、君たち好きな服着てきなさいっていう風に、全く制約が存在しない世界だと、人間っていうのは行動を起こすことが困難になるんです。どうしようってなるんです。選択肢が広すぎるとね。そう、選択肢が広すぎるということにより、行動を起こすことが困難になって不自由さを感じるんです。逆に言えば、何らかの制約を与えられる。例えば今日成田でどこ食べたいとか、制服の中でとかね。そう、人は、人間はそれを基準とする。その基準は守るか破るかはどっちでも結構です。例えば制服というものがあります、スカートは膝丈までですなんて言われた時に、そのスカートをですね、私そんな膝丈なんか着てらんないし、見せちゃえっていう風にやる女の子だっていますしね。昔だったら男の子がボンタンだとかタンランだとかやってましたよね。でもそれはあくまでも制服という制約の中でやってたわけですよね。全く関係ない制服でも何でもない服着て学校着てる子っていませんよね。そういう人っています？ね、なんか知んないけど急にウェディングドレス着て学校来る人とかいます？スウェット着て学校来る人います？いませんよね。あくまでも制服という、テリトリーの制服という中からは出てこれないわけなんですよ。そう、
つまり僕たちはその何らかの制約を与えることによってそれを基準守るか、規則ギリギリまでの悪いことをするか、もしくはその規則を破るか、それはどっちでもいいんですけども、はい、それを基準として行動を起こすことができる。だから僕たちは自由に感じる。そう、見せかけの自由なんて言います。そう、真に自由の世界で我々人間というのは実は動けないんだよ、動けないでいるよ、そういうことを指したかったんだと思います。最後に、人間にとって労働とは最も大きい制約の一つ。カバンがパッて手でから離せたぐらいですからね。そう、働くということは自由を大きく制限されるんだよっていうことなんです。 OK、 さあまとめてみました。理解できたかな。さて、皆さんは問題がまだ何問か残っていました。はい、それがこの要点の整理と言われる部分と最後の2問です。これをやってみてください。それでは映像にテロップが出ると思いますのでやってみましょう。どうぞ。要点の整理から、パパパパッと答えを埋めていきます。半年以上も前の求人広告、を見て応募してきた。今頃応募する気になった理由をカバンのせいだという。大きすぎるカバンによって選べる道が制約されてしまい、カバンの重さが行き先を決めてしまうのだ。私は青年を採用することにした。後半、カバンの重さを我慢して歩いているうちに進めなくなった。気がつくと事務所を出ていた。方向転換して引き返そうとしたが、これ坂だよね、板になってるよね、大丈夫、これ板になってるよね、坂だよ、大丈夫だね、はい、これは坂ですからね、はい、坂や石段に遮られ歩ける方向に何々しかなかった。大丈夫だね。歩ける方向に歩くしかなかった。ちょっとこれ難しいな。やがてどこを歩いているのかさえわからなくなった。不安は感じなかった。はい。私は迷いもなく嫌になるほど自由だった。という感じですね。嫌になるほど自由っていうね。はい。面白い表現でしたね。さあ。最後のここの問題、自分で考えてみたかな。あ、そうだ、一応ここの漢字5句も埋めとこうか。ダメ、大丈夫かな。ダメ、目はもちろんこの目ですよね。はい、唐突、床、我慢、終戦、終戦屋出てきましたね。皆さん終戦書けますか。戦という字が難しいよ。こうですね、終戦、大丈夫かな。はい、続けていきましょう。はい、服装、服装は簡単だね。はい、次、濡れた服が乾く、矢先、額、仮説、転換、宅地。はい、記号で答えるの？非常識、う、無意味、い、これは不採用、あですね。次、記号で答えんの？何々、規制をそがれる、公害をはばかる、考慮の余地がある、振り出しに戻るですかね。では最後の2問、
ところです。私は嫌になるほど自由だったとあるが、自由を嫌になるほど感じているというのはどういう状況なのか簡潔に説明せよ。いいですね。先ほど僕が話したことを総合してまとめるとこんな感じになるかと思います。そう、自分で選ばないということですね。多くの選択肢があっても選ぶことをしないという状況。2番、カバンは青年および私にとってどのような存在か簡潔に説明せよ。こんなんでいいんじゃないですか。両者ね、青年や私にとってそれにより自分の行き先が決定されてしまうもので、自分自身の判断を拒むもの。こんな感じでいいんじゃないですかね。はい、やっぱりね、先ほどのこのまとめが効いてると思うからね、きっちりこのまとめ手で写しとくんだよ。いやー、1時間でなんとか終わりましたね。はい、よく、問題の方解き直し復習の方しておいてください。本日はこの辺にします。ありがとうございました。